ヒンドゥー教、ヒンドゥー教、ヒンドゥー教、関与表記で、ヒンドゥー教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 は、インドやネパールで多数派を占める民族宗教、または、インド的伝統を指す。西欧で作られた用語である。ヒンドゥー教徒の数は、インド国内で8.3億人、その他の国の信者を合わせると、約9億人とされ、キリスト教、イスラム教に続いて、 人口の上で世界で第三番目の宗教である。ヒンドゥーの語源はサンスクリットでインダス川を意味するに対応するペルシア語。ペルシアから見てインダス川対岸に住む人々の意味で用いられ、西欧に伝わり、インドに逆輸入され定着した。同じ語がギリシアを経由して、西欧に伝わってインドとなり、こちらもインドに逆輸入されて定着した。 簡約では現状によるインドが定着している。インド植民地時代に大英帝国側がインド土着の民族宗教を包括的に示す名称として採用したことからこの故障が広まった。そのため英語の頻度はまずイスラム教徒との対比において用いられるのが現在では一般的でイスラム教徒以外で少数派を除いたインドで5億人を超えるような多数派である。 インド的な複数の有信教習派の教徒の総称である。同じくヒンドゥー教と訳される英語のヒンドゥーザムは、最も広い意味、用法ではインドにあり、また、かつてあったもの一切が含まれていて、インドの歴史では、戦士文明のインダス文明まで遡るもであるが、一般的には、アーリア民族のインド定住以後、現代まで連続する、インド的伝統を指す。西洋人は、このうち、 仏教以前に存在した宗教をバラモン教と名付け、特にベーガ時代の宗教思想をベーガの宗教と呼んだ。ヒンドゥー教の狭い意味での用法は仏教交流以後発達して有力になったもので、特に中世、近世以後の大衆宗教運動としての芝教とビシュの教徒などの有神的民衆宗教を意識して伸び方であることが多い。 日本では関与表記ではヒンズー教、ヒンド教、一般的にはヒンドゥー教と呼ばれるが、時にインド教と呼ばれることもある。中国、韓国でもインド教と呼ばれるが、現在のインドは世俗国家であり国教はなく、インドでこのように呼ばれたことはない。狭い意味でのヒンドゥー教はバラモン教から聖典やカースト制度を引き継ぎ、 土着の神々や崇拝様式を吸収しながら徐々に形成されてきた多神教である。紀元前2000年頃にアーリア人がイランからインド北西部に侵入した。彼らは前1500年頃ベーダを成立させ、これに基づくバラモン教を進行した。紀元前5世紀頃に政治的な変化や仏教の流星がありバラモン教は変貌を迫られた。 その結果、バラモン教は民間の宗教を受け入れ同化してヒンドゥー教へと変化していく。バラモン教もヒンドゥー教に含む考えもある。ヒンドゥー教は紀元前後から四世紀に顕在化し始め、紀元後四から五世紀に当時優勢であった仏教を忍ぐようになった。その後インドの民族宗教として民衆に信仰され続けてきた。神々への信仰と同時に、 輪廻や下脱といった独特な概念を有し、四十期に代表される、生活様式、身分、バルナ、職業、ジャーティまでを含んだカースト制度を特徴とする、宗教である。三神一体、トリムルティと呼ばれる近世の教義では、中心となる三大人、すなわちは一体を成しとされている。しかし現在では、ブラフマーガミを信仰する人は減り、 ビシュヌ人とシ芝神が二大人として並び称され、多くの信者がいる。ビシュヌ人を信仰する派を、ビシュヌ教、またシ芝神を信仰する派を、シバ教と呼ぶ。ヒンドゥー教の神や祭司は一部型を変えながらも、日本の仏教に影響を与えている。以下に、ヒンドゥー教の特徴を解説する。インド国内の抗議の定義においては、ヒンドゥー教には、 キリスト教やイスラム教などインド以外の地域で発祥した特定宗教以外のすべての宗教が相当する。一例としてインドにおいて仏教はヒンドゥー教の一派とされる。インド憲法25条ではヒンドゥー教から分派したと考えられる宿教、ジャイナ教、仏教を信仰する人も抗議のヒンドゥーとして扱われている。ヒンドゥー教には極めて様々な信仰。 霊性や風習が包括され、かつ体系化されている。一方で、キリスト教に見られるような教会制度や、宗教的権威は存在せず、また預言者もいなければまとまった形の共通の聖書も存在しない。よって、ヒンドゥー教とは、多神教、半神論、一神教、不可知論、無神論、ヒューマニズムを自身の思想として自由に選ぶことができ。ヒンドゥー教の包願する、 信仰、思想、心理は後半で、そのため、ヒンドゥー教に包括的な定義を与えることは困難である。これまでにも、一つの宗教である、一つの風習である、信仰の集合である、生活様式である、といった具合に様々に定義されてきた。西洋の言葉上の観点からは、ヒンドゥー教は、例えば、キリスト教等と同様に一つの宗教であると、されいるが、 インドでは、ダルマ、ダーマという語が好まれる。この語は、いわゆる、宗教よりも意味が広い。特にヒンドゥー教の伝統主義者は、サナータナダルマ、サナタナターマ、永遠の、あるいは古代のダルマの意という語を好む。インド、インドの文化、インドの宗教に関する研究、そしてヒンドゥー教の定義は、植民地主義の利益を目的とし、西洋の持つ、 宗教という概念の枠組みから行われてきた。1990年以降はこれら西洋のもたらした影響やそれによって生じた変化などがヒンドゥー教の研究者の間でも議題に上がるようになり、それは西洋的視点に対する批判へと引き継がれている。三大人はそれぞれ神秘を持ち、夫婦共に多様な化身を有する。三大人は 信者個人の信仰においては平立しているわけではない。例えば、柴神を最高神と崇める人にとって、ビシュヌ人は、劣意ではあるが敬うべき神である。また、神話の中で三大神の化身と共に活躍する神や、三大神の子神も信仰されている。インドの国立博物館に、ヒンドゥー教の神々の多様な心臓が収蔵、展示されている。四十期。 アーシュラマトは、ヒンドゥー教独特の概念で、最終目標の下達に向かって、人生を四つの重機に分け、それぞれの段階ごとに異なる目標と義務を設定したもの。なお四重機は、上位バルナのバラモン、クシャトリア、バイシャにのみ適用され、シュードラ及び女性には適用されない。四重機について、概略を示す。過去においても現在でも、 すべてのヒンドゥー教徒が四十期を全うするわけではない。ちなみに、仏教の開祖釈迦も当時のバラモン教の教えに従い、四十期に則っとった人生を送っている。すなわち男子を設けた後、二十九歳で、釈迦族の王族の地位をステリン間で修行し、その後悟りを開いて、不教の旅に出ている。ヒンドゥー教では、河川崇拝が顕著であり、 水を使った沐浴の儀式が重要視されている。特にガンジス川、ガンガーは川の水そのものが芝神の体を伝って流れ出てきた聖水とされ、川自体も女神ガンガーであるため、母なる川ガンジスとして合戦崇拝の中心となっている。ガンジス川沿いには沐浴場、ガートが設けられた聖地が点在する。ヒンドゥー教徒は 木浴場に設けられた石の階段を降りて、川の水に頭まで使って、罪を清め、あるいは、水を飲む。ヒンドゥー教は、不摂生を胸とし、そのため肉食を忌避するので、菜食主義の人が多い。しかし、身分やしきたりによってその度合いが異なる。一般的な菜食は植物に加えて、鶏卵も、かとする人と、鶏卵を不可とする人がいる。 また上位カースト階級には、収穫の際に、地中の生物を殺す、恐れのある玉ねぎなどの根菜類を不可とする人もいる。いずれの場合も牛乳及び乳製品はよく食べられる。ところが、中派によっては祭りに際し、犠牲獣を供することがある。その際、宗教儀式に従って、神に捧げられたヤギなどの犠牲獣の肉を、おがりとして食べる場合もある。しかし、 どのような場合においても牛、特にコブ牛は神話にも出てくる生獣物で絶対に食べない。一方、同じ牛でも水牛は次々と姿を変える悪魔魔痺者の他の一つであることから、コブ牛との扱いには差があり、家畜として使役され、その肉は輸出品にされている。ヒンドゥー社会において牛は崇拝の対象となっている。神話にもたびたび牛が登場し、 例えば、しわがみの乗り物は、南林というお牛である。実社会でもお牛は移動、運搬、濃厚に用いられ、メウ牛は父を教し、乾燥させた牛糞は貴重な燃料、牛糞ケーキとなる。ただし性別されているのは、種として古武士であり、水牛は崇拝の対象とはならない。ヒンドゥー神学では、牛の神聖性は輪ネ天章と結びついている。 ヒンドゥー教の輪廻転生の考え方は上下八十七段の海定構造となっているが最上段の人間に転生する一つ前の段階が牛であり牛を殺した者は輪廻の海定の最下段からやり直さなくてはならなくなると言われるまたヒンドゥー神学者は牛には三億三千万の神々が宿るとし牛に使え牛に祈ることはその後二十一世代にわたって ニルバーナをもたらすという。リグベーダの時代には、牛は、富裕な階層が蓄える、富の一つであり、祭礼や、先週 Y などの共演の際には、ブラフマン祭祀の監督下のもとに行われる儀礼的な、屠殺の後に振る舞われた。時代が下り、人口が増え戦乱の時代が続くようになると、牛は、気前よく振る舞うにはコストがかかりすぎる、貴重品となり、食材としては、 好イカーストの独占物となった。紀元前5世紀頃、ジャイナ教と仏教が勢力を伸ばし始める。これらの宗教は、不摂生を標榜し、動物釘や屠殺を非難して、低イカーストの支持を集めた。その後9世紀にわたって、ヒンドゥー教と不摂生宗教の構想は続いたが、インドにおいては、ヒンドゥー教が勝利した。構想の過程で、 ヒンドゥー教側も牛の保護者を標榜するように変質し、非接触の教義を取り入れていた。民衆の牛への崇拝は、インド大反乱のきっかけとなったとも言われ、マハトマガンディが牛への気鋭心を言及したことも、彼が民衆から成人のような名声を得る理由の一つとなっている。ヒンドゥー教の修行として、ヨーガが挙げられる。ヨーガは、心身の鍛錬によって、 肉体を制御し、精神を統一して、人生究極の目的である、下脱に至ろうとする伝統的宗教的行法の一つである。ヨーガは、ヒンドゥー教の専有物ではなく、インドの諸宗教で実践されており、仏教に取り入れられたヨーガの行法は、中国、日本の禅などの修行法にもつながっている。ベーダの権威を受け入れ、ブラーフマナ、バラモン、 被災階級の社会的階層の優位を容認する諸学派は聖刀バラモン教と認められ、その六系統のうちヨーガ学派は、心身を鍛錬しヨーガの修行で、精神統一を図ることで、下脱に達することを説いた。聖刀バラモン教の各学派も、その学派の教学を学ぶことと、並行してヨーガの修行を行っている。ヨーガ学派に代表される古典ヨーガの、 陳志瞑想による修行法は4から5世紀頃に編纂されたといわれる洋画学派の経典である洋画スートラにも書かれている。また、体を鍛錬する洋画は13世紀に始まる旗洋画と呼ばれる流派がある。現代洋画の父と呼ばれる1888年から1989年によって体操などの西洋身体文化をもとに作られた洋画も 伝統的な旗用ガに習って、旗用ガと呼ばれるが、古典用ガとも元来の旗用ガとも関係は薄いという。現在日本で行われている、用画教室等の多くはこの流派に入る。ヒンドゥー教で重要な位置を占めているのが、グル、サンスクリット語で、重いもの、闇から光へ導くもの、木星、動詞という意味である。グルは、用画の修行を成就するにあたって、 必要不可欠なものとされ、尊敬と崇拝を集めている。インドで宗教スピリチュアリズムや高度な戒律が発達したのは、グルを崇拝しているから、重いかどうかを本物かそうでないかの判断基準にしているからだと考えられる。ヒンドゥー教は、キリスト教やイスラム教のような、特定の階層によって開かれたものではなく、インダス文明の時代からインド及びその周辺に、 居住する住民の信仰が受け継がれ、時代に従って変化だものと考えられている。従って、ヒンドゥー教がいつ始まったかについては、見解が分かれている。インダス文明、紀元前2300年から1、800年のハラッパーから出土した印象には、現代のシバ人崇拝につながる、結果不座した行者の絵や、シワがに法上を願うリンガ崇拝につながる、直立した、 男性器を示す絵が見られる。しかし、インダス文明の文字は解読できていないので、広大との明確な関係は不明である。ベーダは、知るという意味のサンスクリット語に由来し、宗教的知識を意味する。さらには、その知識を修正した、聖天類の総称となっている。最も古い、リグベーダは、紀元前1200年から1000年頃に、インド北西部のパンジャブ地方で、 アーリア人によって成立したと考えられている。ベーダの内容は、下記のように分類されるが、競技には、サンヒターのみを指す。ベーダには登場する、神々の多くは、自然界の構成要素や諸現象、その背後にあると思われた神秘的な力を、神格化したものである。多数の神が登場するが、その中で重要なのは、雷神、インドラ。日本では、大尺天、アグニ、 火の神、バルナであった。現在では前述の美種の神等に押されて、影が薄い。リグベーダに登場する神々は、各々が独立した個性を有しているわけではなく、属性や自席を共有することが多い。また、競技のヒンドゥー教で見られる人格神的な形態を取らず、心臓や高級的な寺院建造物の存在も確たる証拠は、見つかっていない。 バラモン教の祭祀は、具体的な目的に対して行われ、バラモンが規定に則っ,って、空き地を清め、そこに目的に応じた、特定の神を招き、供物や犠牲を祭壇のカロに捧げる、釘が主体であった。現在のヒンドゥー哲学の基本となる、インガ王法、霊魂風滅、輪廻天生などの諸観念の演言は、ウパニシャットが完成した頃まで遡ることができる。 ウパニシャットは、紀元前800から500年頃にガンジス川流域で作られたインド古代哲学の総称である。なおベーダに登場するビッシュバカルマン神、造物や、供養の神は、現在でも、ものづくりの神様として、インドの各工場で祀られている。現在この神の祭りは、毎年9月17日に行われている。バラモン教は、インドを支配する。 アーリア人の祭祀階級バラモンによる祭儀を重要視する宗教を指す。紀元前5世紀頃にバラモン教の祭儀重視に批判的な仏教とジャイナ教が成立した。さらに、インド北西部は紀元前520年頃にはアケメレスアッサ、ペルシア、全326年にはアレクサンダー大王に支配された。その後仏教は アショウカオウ、在域元前268年頃引く、紀元前232年頃のキエなどより一時期、バラモン教をしのぐ流星を示した。この時期にベーダを基本とする宗教であるバラモン教は、支配者の宗教からの変貌を迫られ、インド各地の先住民族の土着宗教を吸収、同化して形変えながら民衆宗教へ変化していった。このため抗議のヒンドゥー教には、 バラモン教が含まれる。ヒンドゥー教にはバラモン教のすべてが含まれているが、ヒンドゥー教の成立に伴って、バラモン教では重要であったものがそうでなくなったり、その逆が起きたりなど大きく変化している。紀元後4世紀頃、グプタ城がガンジスガー流域を支配した。グプタ城は、チャンドラグプタ2世、在位期限385年から413年に、 最盛期を迎えるが、この頃に今もヒンドゥー教徒に愛されている、ジョジシ、ハーバーラタとラーマーヤナがまとめられるなど、ヒンドゥー教の流星が始まった。また、5世紀には、東南アジアのインド化が始まり、中国の資料に、大乗仏教と共に、ヒンドゥー教が情報が見られるようになった。陸路で、インドに渡り、カイロで帰国した保険は、東南アジアの島し部について、 ゲドーバラモンが強制し、仏法は言うに足らずと述べている。当初部では、その後、コマタラム王国やマジャパヒト王国など、ヒンドゥー教国が起こったほか、大陸部でも、普段で、ヒンドゥー教が栄えた。アンコール・朝サでは12世紀前半までは、ヒンドゥー教のシバ派とビシュヌ派が、立国の思想となっていた。バラモン教は、上記のように具体的な目的に対して、神に、 釘を捧げる、いわば、ギブアンドテイクの宗教であったのに対し、ヒンドゥー教では、ビシュヌジのような思考の神への絶対的、イ・パクチと呼ぶに基づく信仰態度が、多くの大衆に受け入れられ始めた。この時期に六波哲学と呼ばれる、インドの古典哲学が確立し、互いに論争を繰り広げた。インドでは、宗教と哲学は区別する考えはなかった。 ベーダン多学派の思想の中で最も有名なものに、不二十一言論がある。これは、精神的実在であるブラフマン、ボン、またはアートマン、が以外に実在するものはない。言い換えれば、今目の前にある世界は現影に過ぎないという思想。この思想を突き詰めていくと、シャンから七百年から七百五十年頃の特用に、ブラフマンは人格や属性を持たないものとな。 無神論的一言論に達する。この教義は現在でもヒンドゥー教の正統派として、インドの五カ所の総員で、代々、シャンカラ氏の名を継承する学章によって、富士一言論の法道が維持され続けている。シャンカラ後の不二十一言論は、十一世紀の神学者、ラーマーヌジャによる、非正言者、不二十一言論、十三世紀の神学者の二言論へと発展していった。 5世紀から10世紀の南インドでは、思考の神への絶対的消え、自己犠牲を厭わない神への奉仕を信仰の柱とする、バクティと呼ばれる信仰形態が、顕在化し始めた。このバクティに関して、12世紀から13世紀にかけて、ベーダアンタ学派の学生たちによって、ビシュヌ人を崇拝する信仰が理論化された。バクティは、 一般庶民の信仰形態として現在まで広く行われている。不二十一言論とバクティは正反対とも言える形態だが、現在のヒンドゥー教の中では問題なく同居している。その後北インドではイスラム教徒の征服王朝が交代する時代に入る。タージマハルなど北インドの著名な文化財はイスラム教様式である。しかし庶民や南インドの王朝は ヒンドゥー教を信奉した。ヒンドゥー教では、ブラフマー、ビシュヌ、シバが三大人とされた。各人は多様な側面を持ち、その性格は一様ではない。その中で、ビシュヌやシバは、民間宗教の神を取り込んでゆき、多様な神話を通じて、多くの神徒を有している。ヒンドゥー教の複雑さ、わかりにくさの一例として、 たくさんの神々を崇める多神教としての姿、芝、またはビシュヌを思考の神とする一神教的な姿、教理を哲学的に極めた不二十一言論のような無神教としての姿のすべてを内在している点が挙げられる。インドがイギリスの植民地となって久しい19世紀にベンガル州を中心に私的エリート層によって、 キリスト教とヒンドゥー教の知的交流が盛んになり、西欧的な合理主義に基づいて、植民地化以前のヒンドゥー教を再興しようとする改革運動が起こった。後に、ヒンドゥールネサンスと呼ばれる改革の創始者は、近代インドの父とも呼ばれる無ハ反老位である。バラモン階級出身で、ウパニシャットの影響を受けていた老位は、ユニテリアン主義の影響も受け、神は、 超越的な存在であり、製造などで表現し得ないものと信じ、宗教は合理的で倫理的な体系であるべきであり、道徳法は理性によって理解されるべきと考えた。老意は、サティやヨーや幼児婚といったヒンドゥー教の慣習を非道徳な儀式として非難し、1829年のサティー禁止法の発布に影響を与えた。また、製造礼拝やカルマ、 天章といった概念を名神として、キリスト教の改革運動をモデルとした、ブラフモサマージという宗教団体を設立した。ローイは放映中に隠ししてしまうが、その仕事は矢に引き継がれた。プラーナやタントラを否定する、ブラフモサマージの思想は、知識層の関心を集めたが、大衆レベルでは全く人気がなかった。1875年に、ローイの影響を受けたは、 ブラフもサマージに内在する民族主義を発展させたアーリーやサマージ、アーリア教会を発足させた。アーリーやサマージはヒンドゥー教を純粋なベーダの形態に戻すべきと主張し、ベーダ文化を信仰させる活動を通じてインドの国民意識を喚起した。一方で19世紀の著名な聖者パラマハンサ、ラーマクリシュナは厳しい修行の末にヒンドゥー教の奥義に達した後、 イスラム教やキリスト教の神までも監督し、世界のすべての宗教は神に至る道と解いて、インド社会に大きな影響を与えた。普遍主義と寛容を強調するラーマクリッシュナの信奉者であるビベイカーナンダは、神聖の本質は各個人のうちにあり、ヒンドゥー教の実践を通じて理解できると主張し、宗教統一理論をもとに、ヒンドゥー教を再構築した。ビベイカーナンダは、 1893年にシカゴで開かれた世界宗教会議に参加してヒンドゥー教を世界宗教の一つに発展させることに貢献し、1895年にはソーイ員ラーマクリシュのミッションを創設した。古代のヒンドゥー教の聖典はサンスクリット語で書かれている。そしてこれらは典型と聖典の2種類に対別される。ヒンドゥー教の聖典は何 世紀にもわたり、交渉にて編纂され、記憶され、そして世代を超えて伝承され、後に文字に起こされた。何、世紀にもわたり、理史、聖戦たちは競技を磨き上げ、それを、シュルティとスムリティに展開した。さらには、ヒンドゥー哲学の六学派は、認識論、刑事上の理論を、シャーストラと呼ばれる書物にまとめた。シュルティ、聞かれたものの意は通常ベーダのことを指す。 ベーダはヒンドゥー教の聖典の中でも最も早い時期に記録されたもので古代の履し、聖戦たちに明かされた永遠の真実が記されていると考えられている。ベーダにはリグベーダ、サーマベーダ、ヤジュルベーダ、アタルバベーダの4つが存在し、それぞれのベーダはさらにサンヒター、サンカ、祈り、アーラニアカ、儀式、祭祀についてブラーフマナ、儀式、祭祀の解釈、 ウパニシャット、瞑想、哲学についての四つの部門に分けられる。最初の二つ、サンヒター、アーラニアカは、カルマカーンダ、カーマキャンダ、世彩部門と呼ばれ、残りの二つがジュニアアナカーンダ、ジャニアナコンダ、哲学的、宗教的施策部門と呼ばれる。ウパニシャットは、ヒンドゥー哲学の基礎であり、シュルティの中でも特に優れた聖書であるとされ、その基本理念は、 後の時代のヒンドゥー教哲学や信仰にも、継続的に影響を与え続けている。サルブパッディラーダークリシュナンは、ウパニシャットは歴史に登場して、以来ずっと支配的な役割を果たしていると語っている。ヒンドゥー教には108のが存在し、学者よって幅があるがそのうちの10から13は特に重要なものとしてと呼ばれる。最も重要なスムリティ。 記憶されたものの意はヒンドゥジョジシとプラーナ文献である。具体的にはマハーバーラタとラーマーヤナがヒンドゥジョジシであり、マハーバーラタにその一部として含まれているバガバットギーターは最も一般的なヒンドゥ教の聖典の一つであり、ヒンドゥ教との信仰生活を実質的に規定してきた。バガバットギーター、神の歌の意は時にウパニシャットとみなされギートパニシャット。 キートパニシャットと呼ばれる。そのためシュルティに数えられることもある。またラーマーヤナは、マハーバーラタワという名で、歌舞劇にされており、各地で祝祭に合わせて上演される伝統がある。一方のプラーナ文献はおよそ西暦300年、あたりから編纂され始め、広範な神話を含む。これらは、ヒンドゥー教の共通のテーマを、生き生きとした物語を通して、 人々に伝えるという役割を担い、不況の中心となっている。また、ヨーガについて記された、古典、ヨーガスートラは20世紀になって、再評価されている。19世紀のヒンドゥー教現代主義者らは、ヒンドゥー教のアーリア人起源の要素を再評価し、タントリズム、密教の影響を受けたヒンドゥー教を純化しようという、試みの中で渦もれていた米の要素を強調した。 例えばビベイカーナンダは、たとえそれが古代の利子、聖戦たちに明かされたものでないにしても、ベーダは精神世界の法律であるという立場を取った。タントリズムでは、という語が彼らにとって権威のある聖典全体を指す言葉であり、また同時に、芝がシャクティに語った教えを意味する。一方で、ニガマ、ニガマという語はベーダを意味し、同時にシャクティが シバに語った教えを意味する。アーガマ派、聖典シバ派ではアーガマをベーダと同等なものとして同様に死している。ヒンドゥー教の特徴の中でカースト制度の存在が大きい。カーストは歴史的に基本的な分類、バルナが四つ成立し、その下に職業を世襲するジャーティ、生まれ、出生と呼ばれる、社会衆が形成されて、例えば、牛会や大工や、 床屋などの職業が世襲されてきた。結果として、インドには非常に多くのカーストが存在する。カーストは、親から受け継がれるだけで、生まれた後にカーストを変えることはできない。ただし、現在の人生の結果によって、次の生などの生で高いカーストに上がることができるという。現在のカーストは、過去の生の結果であるから、受け入れて、人生のテーマを生きるべきだとされる。 基本的な四つのカースト、バルナとカースト外の身分には以下のものがある。他宗教から回収してヒンドゥー教徒になることは可能である。しかし、そこにはカースト性がある。カーストは親から受け継がれ、カーストを変えることができない。カーストは職業や身分を定める。他の宗教から回収した場合は最下位のカーストである。シュードラにしか入ることができない。 生まれ変わりがその基本的な考えとして強くあり、次の生まれ変わりで上のカーストに生まれるしか方法はないと教典には記されているのが特徴である。そのため回収による移動を行えないという点がある。ヒンドゥー教からイスラム教や仏教へと回収する場合は、下位のカーストのものが差別から抜け出すためであることが多い。しかし、皮肉にもイスラム教徒や パキスタン人の間にも若干のカースト意識はあると言われている。カーストはヒンドゥーに限らず、イスラム教徒や仏教徒なども含めた全員の文化に共通する意識であるとも言える。ガンジス川沿いには木浴場、ガートが設けられた聖地がある。以下は上流側から順に記載。4大巡礼地。他には神話の舞台や由緒ある寺などが聖地とされている。 ヒンドゥー教の祭りは、ウツァブ、ボンゴ、ザバ、高くあげることの意と呼ばれ、個人と社会生活をダルマ、法と結びつける儀式とされている。年間に多くの祭りが開催され、日取りはヒンドゥー歴、単位太陽歴に従って定められる。これらは、満月、ホーリー化、新月、リワーリー、または季節の変わり目を起点にして開催されるのが多く見られる。 地域ごとに限定され彼らの伝統を祝う性質の祭りも存在するが、一方で、ホーリー祭やディワーリー祭りは反ヒンドゥー教的性格を持ち、国を超えたヒンドゥー教文化圏全土で祝われる。色祭りとして知られるホーリー祭は、ヒンドゥー教の春の祭典。祭りの期間中、参加者たちは音楽に合わせて踊り、お互いに色子を投げつけ合う。 ヒンドゥー教の祭りは通常宗教的なテーマや、例えば楽者バンダンのような家族の絆を祝うといった側面を持っている。同じ祭りでも宗派によって違うストーリーを背景に持っている場合もあり、また地域ごとのテーマ、伝統農業や地域の伝統芸能、家族の集まりやお祈り、祝宴を取り込んでいる場合もある。主な祭りを以下に紹介する、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。